絶対起こり得ないかって言われたら絶対に起こり得なくはないです。今の理論でもマルチバースの定義は宇宙よりいっぱいある。でもそれが本当にどういうどのぐらい違うのかとか、どういうふうにして存在しているのかっていうのもバリエーションがあって、だから混乱しちゃうんですけど、平行宇宙みたいな感じで同じふうにこう同時にいろんなのがあるっていうバージョンと、実はこう宇宙はもうむちゃくちゃ広くて、で別のところでは全然違うフィールドになってて、空間的に遠いのか平行して、実はその2つは同じことを言ってるだけだとかいう理論とかもあったりして、そういう何なのっていうのは実は逆にこれからなんですよ。だからサイエンスとしても面白いんですよ。ただ言葉の定義は多分僕らが全宇宙と思ってたものは実は違うということなのかなとは思いますけど。いや、すごいうまく使ってますよね。僕ちょっと前に別のところでちょっとインタビューされた時があって、どういうふうになると思いますかって見る前に、今見たばっかりなんですけど、2つの宇宙に行ったり来たりして、こっちの世界の方がいいこともあるし、こっちの世界では実はバレてて選ばなきゃいけないとかなるんじゃないかとか答えたんですよ。まあ、予想してくれって言われたから全然深かったですよね。だマルチバースは多分一応ツールだと思うので、ストーリーはすごく良かったですね。これ本当にエンディングロールが長かったので、乾かす時間があってよかったよっていうぐらいすごい良かったです。なんかこういう風に使えるんだなと思って。ただもちろんサイエンスでああいう風に行ったり戻ってきたり空に亀裂が入ったりするような形が本当にそういうマルチバースで起こることなのかとかいうのは、もちろんそれは脚色はそれはあります。もちろんその多分スパイダーマンは来ないです。残念ながら多分来ないと思うんですよ、実際の世の中です。あ、でもスパイダーマンいる宇宙があってもですね、いないとは言い切れないですけど、ただやっぱり自由に行ったり来たりとか選んだりとかいうのはやっぱりちょっとストーリーを、タイムマシーンとかとやっぱり一緒です。タイムマシーンも原理的に作れるんですけど、で未来に行くことはできるんですけど、ものすごい速いスピードで動くと時計が遅れるので、むっちゃくちゃ早く動いてると年を取るのが遅くなるので、例えばすごいコンコールドのすごい速いやつで死ぬまでずっと地球を何十周も、何十周じゃない、何億周もずっとしてれば、多分死ぬ時までに地上にずっと座ってた人よりは数適当ですけど100万分の1秒若いとか、そのぐらいの効果はあるので、ただ過去に行くことはできないんですよ。今の理論では少なくとも絶対にできないんですよ。ただストーリーに使う時にはタイムマシンって絶対それはのび太の恐竜に使うじゃないですか。そういう意味でもちろん完全にサイエンティフィックではないですよ。それはもちろんクリフォードも分かってるはずで、ただ一つにはそのストーリーというか、やっぱりもちろんそれはプロですからあれですけど、映画として面白い、すごくよく使っているなっていうのと、2番目は個人的にやっぱり嬉しいですね。こういうそのサイエンスのマルチバースみたいな言葉が使われたり、そのインスピレーションになったりするのは、そこから興味もらってもらえる方もいると思うので、それはもう単純にすごく嬉しいです。いや、絶対遅れなくないです。でそれはどういうふうな可能性があるかっていうと、絶対起こりえないかもしれないけど、理論的にありえないことではなくて、例えば一つ可能性があるのは、僕らの宇宙が紙だとするじゃないですか。今ここ紙ないんですけど、紙だとすると よく二次元っていうんですよね。この2個の数字を指定すると1点が決まる、縦と横を決めれば。ところが紙って実は厚さがあるから本当は二次元じゃないんですよ。すごいちっちゃい細菌とかウイルスだったら縦横で厚みもあるから、本当はその厚み方向を指定しないと紙のこっち側を行ったり紙の反対側を行ったらすれ違えちゃうはずなんですよ。とかもしくはそういう紙が2枚重なってるみたいな、そうだとすると、で今これ二次元ですけど、実はそれ1個開けて考えてみてもらって、僕らの宇宙が3次元なんですけど、だいたい大きいのは縦横高さなんですけど、実はその直行方向にも方向があって、そっち側にもちょっと動けると、厚みがあると、でしかもそこにシートが2枚重なってたりすると、普段はパラレル、それこそパラレルユニバースで平行になっても、なんか揺らいだりしてくっついたりしたら、実はとかいうのは理論をかけて、本当にそうなってるか別として、絶対起こり得ないかって言われたら絶対に起こり得なくはないです。今の理論でも多分ないですけど。四乗次元みたいな新たな次元が出てきた時に、それがこう鏡に結びつくのは面白いというか、
そういうふうに考える、鏡っていうのは僕らにとってはもう相当この世の中のたまたまそういう物質のもっと余剰次元ってもっと鏡どころか物質すらない方向とかなんか全然違うあれなので、ただいろいろ例えば全然歴史の違うこう宇宙とかから来るじゃないですか、いろんな人は。でも実際に僕らは思ってるのはそういう歴史が違うのもあるし、それ以外以上に本当にいわゆる僕らは法則だと思ってることすら違ったり、次元が3じゃなくて4とか5の宇宙とかがあると本当に方程式にいると思っているので、サイエンスでやってる方がぶっ飛んじゃってるぐらいなのである意味で、いや本当にそうなんだ、ある意味ではぶっ飛んでないんですよ、その行ったり来たりはできないし、そんな自由に行ったり来たりできないし、でもある意味ではもっとドラマティックなことが本当に起こっているということを日常真剣に議論しているので、こんな考え方があるんだってことは大体実は僕らは考えちゃってるっていうところは逆に、今のサイエンス結構クレイジーかなっていうのはありますよね。それを元のユニバースっていうかですよね、パラレルユニバースみたいに分かれていくと思ってるんですね。その行ったり来たりできないけど本当に量子力学、確率でいろんなことが決まってるから起こり得ることは全部起こって分かれていってると思ってるんですよ。で分かれていってると実は僕が名前の違う宇宙とか、僕は実は違う経験をした宇宙とか、死んじゃった宇宙とか、死んじゃったら死んじゃってるけど、そのいろんな宇宙があるじゃないですか。で僕が別の仕事をやってた宇宙かもなって言うんですけど、その別の仕事をやって別の経験をして別の考え方をする人が僕なのかって、僕って言っていいのかと、どこまで僕なのか、ちょっとずつ違って、ちょっとずつ目が違って、ちょっとずつ違って、どこまで行ったら僕なのかと思う。多分連続でなんかこう似たようなちょうど真ん中ぐらいの顔してる人が真ん中ぐらいの仕事しててサイエンティストなんだけどサイエンスライターで取材もしててみたいな人を僕っていうのかなっていうのかとか、だからそうやって彼らが戻っていったのはその人なのかどうかっていうのは、で同じところに2人いたらコピーじゃないですか、多分そういうことを意識してないですよね。だから多分別の宇宙になって、その別の宇宙でちょっとずつ似てちょっとずつヒストリーの違うのがあるか、もしくはあるはずだったのは消えちゃって置き換えてるかだと思うんですけど、とかいうことは考えました。だからそうすると置き換えてないで彼らが戻って彼らが改心した宇宙があるんだけど、そうじゃない元の宇宙もあるとしたら、その元の宇宙ではいずれにせよ死んでるじゃんって、助かったうちもあるけど死んでるやつも別に死んで変わってねえじゃんっていう、それを変えるんだったらどこで変わったのかとか、多分そういうサイエンティストの思考を切らないと映画を心の底から楽しめないので、ちょっと切ってるんですけど、どこで変わったんだとか元のはどうなったんだとかちょっとは思いました。無限のっていうセリフがあったんですよね。なんか無限種類のアリがいるんだ。多分それはサイエンティストのインプットが入ってて、実際無限だと思ってるんですよ僕ら。だからおそらく無限できます。でもそうすると地球が有限だからとか、またそういうことをやるとどうするんだろうみたいな、積み重ねてたらスパイダーマン高さ1キロかよみたいな、だからそういうの切らないとどっかで切るんですけど、無限個の種類が無限個に通じてるっていうのは今のところ、しかも無限の意味はどうかとかって実は微妙なんですけど、だけどそれ多分インプット入ってて、一応あのままだとひたすら来るとかいう話になるかもしれないですよね。怖いですよね、ひたすら来たら。そうですね、それを教えてくれれば僕論文書くのでっていうことなので、逆にこれ、半分ジョークですけどという状態なので、それは僕らにとってすごくいいことで、全部が分かっちゃってたらプロのサイエンティストってそれがどんなにこうミラクルで感動的なものであっても仕事がないわけですよ、もう分かってるから。でそういう状態ではないんですよ、大体こういうことなんだろうなっていうのは先ほど話したように分かりつつあるけれども、細かいこと、本当に どういうバリエーションの宇宙があって、もっと深い構造はどうなっているのかとかいうことは分からないので、で分からないっていうことはどっちに行くかも分からないっていうことなので、でもそれは悲しいことじゃなくて逆に僕らにとっては嬉しいというか、一番エキサイティングというかチャレンジングというか、サイエンティフィックにはそういう状態なので、一方でこういうふうにいろんな人が使ってもらって、どんどんこう興味もあれ、一般の方の興味もあれしていってもらえれば最高ですね。